シエレとブラータの分、私が働かないと。誰か私と訓練しなさい。よかった、感知したか。何やってるの。分かったけど、インクルシオはすげえ勢いで体力を消耗する。今のままじゃ透明化だって一瞬で終わっちまう。男が二人だけになっちまったからな。腕立ての回数辰巳の半分以下だからな。私とレオーネでは体重に大きな差がある。三重市からダッシュしたテイグを革命軍の本部まで届けに行ってくる。赤目、留守を頼むぞ。作戦はみんな頑張れだ。大体わかった。本部へ行く目的はメンバーの補充も兼ねている。ごめんよ、俺が弱かったばっかりに。お前が戦った三重市は帝国最強の攻撃力を持つエスデス軍の中軸だ。革命実行時の大きな懸念がごっそり和らいだのだぞ。お前は強いし、よくやっているさ。ボス、タスミはまだ青いけど、ありゃマジで強くなるぜ。兄貴、自分を誇れタスミ。そして生き延びて。とはいえやはり人が足らん。レオーネが持ち帰った情報ではエスデスがテイグ使いだけの特殊警察を組織するという。なんとかせねばな。